はい、むーちゃん、凶暴なむーちゃん。慣れるまで、だいぶかかるかな、今日も。まあ、なんでこんなことをね、してるかいうことをね、まず理解してもらわなあかんと思います。ね、いろいろ、ね、これ見て思い張る人おると思うけど、やっぱりこの子は2年間ね、フリーで、生活させたけど、結局は慣れない状態。2年間ずっとこの状態。まあ、チュールあげるときはね、ちゃんとね、文句も言わんと、ね、食べてくれんやけど、やっぱりその、病院連れていくって言うたとしたかって、やっぱり、うんこ漏らしたり、おしっこ漏らしたりというのがまだ、ね、2年間ずっと。だから病院連れていく言うたかって、やっぱりこの子はね、慣れないから、難儀なんです。まあ、レオちゃんの場合は今では首根っこを持ったら、ね、注射まで打てるようになったんで、ね、先生、4人がかりでね、抑えようとしたけど、もう、ポンさん1人で病院連れていける、見てもらえるようになったんでね、抑えとくのも、まあ、この子もそこまでやっぱり訓練が必要かなというのを思って今ね、訓練を始めたわけやけど、まあそもそも2年間なんでせんかったか言うたら、やっぱりその、知ってはる人は知ってると思うんだけど、この子はね、ドライ型の、あれかな、FIP にかかって、やっぱりストレスを与えないようにと思ってきたけど、やっぱりもうこう、ね、2年間、この状態だね、まずいんで、ね、慣らす訓練を始めたわけなんです。まあそれで、ね、手袋の、やってたらちょっとマシかないう。もうじゃん。まあ手袋からちょっとまず、まあポンさんのね、匂いをつけて。まあこれ、初めはこんな状態からちょっとね、チュールをね、やりもってやろうかな。まあほんまにね、鳴らすっていうのは必要やし、やっぱり里親さんね、もらってもらうのでも、鳴らさんとね、はい。食べ。まあ、チュールの場合はね、こういうふうに。ね。チュールだけはにゃん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 ってくるんやけど。大丈夫、大丈夫。大丈夫。もうちょっとかます訓練だけ、ちょっと手袋からね、外します。今のやって噛まれてたら結構血出てましたね。あ、おいで。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 むーちゃん。慣れなあかんよ。な、早く食べ。初めの方だけ攻撃性あるけど、この後の方せんね。意外と、な、せんのかな。むーちゃん。な。何もせんからな。おいで。慣れてもらういうことしたことないからな、まだ。な、よしよし。意外と、初めの方だけやね。あと噛んだけへんね。まあ、むーちゃん。ね、このぐらいしとこうかな。あと最後ちょっと食べてみ。ちょっとだけかな。な、はい。よしよし。ええよ。大丈夫大丈夫。ちょっとかぶって噛むだけやね。な、よいしょよいしょ。な。こんな感じでした。で、これでちょっと訓練毎日していったら変わってくんちゃうかな。ね。はい、もーちゃんでした。